ハロウィンは終わらなかった永遠に。ある意味幸せな生活だ。あー、ここにあったんだ。このね、怖いゲージを上げないやつ、上げるやつと。なるほどね。ただ壊しまくるとお母さんに怒られるから。あらー、怖くない状態での前もあったこのかぼちゃさんかなと思ったら、まあまあだった。パターンがあるんだね。じゃあそれぞれ各テレビ番組での怖い状態、怖くない状態ってのはありそうだね。で、ヒントを買いたいところではあるけども、通常の方のショップで最後の一つ。これ何、オンオフ、あんなルーム、通常のルームってことだよね。で、通常の方のエンディングは全て達成しているので、また新たに何が出るのかといったところですが。あ、なるほど、可視化されるわけか、怖いゲージが。持つとギュンギュン。で、これでいろんなの触るとギュンギュン。で、こっちを持つとそれでも上がっていく。上昇率が緩やかになるってだけかな。直接産地が下がるってわけではないんだね。怖くない状態のやつをやる方が難しいと思うので、お、こっちでもちゃんと影響されてるね。このえいの状態で怖くないをしてみよう。人が入ってきただけで一気に上がるんだね、ゲージ。しかし誰も入ってきてない。どういうことだ。あれか、玄関で足を拭いてる最中かい。あれ、怖さゲージさほどでもないのに。同じか。じゃあヒント集を買っていきましょう。まず一つ。また時を破壊するやつか。こっちのハロウィンモードだと触れるところが変わってたりするから、つい忘れていたよ。同じやつもあるんだね。コインだコインだ、これはもらっとこう。パン。時を止まれ。せめてお花リングはつけとくか。怖さゲージ上がっちゃうと別のが発生しそうだしね。お、戻った。タイムリープした？え？あれ普通に進んだ？どっちだ？もしかして今の一瞬、ん？また時が戻って、56分からの、終わりがないのが終わり。それが、絶対に幽霊なんか出ないお留守番レクイエム。ハロウィンは終わらなかった永遠に。ある意味幸せな生活だ。平和な日が永遠に続く。素晴らしいじゃないか。記憶があるかどうかにもよるけどね。あと3つ。こちらのヒントは、怖さゲージ、うん、お花リングをつけて、テレビをロケットに。宇宙からお母さんが帰ってきた。お母さん。宇宙飛行士だったからなかなか帰ってきて、え？これどういうこと？地球にはお化けもいるのかな？地球人じゃなかったアンちゃん、アナちゃん。そっちだったか、地球からお母さん帰ってきた。テレビを？ん？あ、なるほど。テレビ、幽霊の状態。幽霊かこれ。エイの状態にして、今度はドクロを持ったままにすれば、よしと。待つ。さあ、恐怖ゲージが上がってきたぞ。あの幽霊が出てきた状態が、ね、最初の A の出てきた状態は、あれで怖くない状態だから、あいつがより牙を剥くってことかな。さあ、恐怖ゲージはマックス。
テレビもやばい状態。そしてピンポン。左下の歯車にも目がついた。やってくるのは、なんかそんなに変わらない。え、なんでそっちの方がビビってんの。あーなーちゃん、幽霊は出なかった。それはもうアナのお腹の中だ。アナのお腹。アナちゃん、やっぱりお前が黒幕だったか。ラストヒント、窓を開けた状態でこれを光らせておけばいいのかな。壺の中にあの精霊的なのが現れるフラグが立つってことが、まあ、ここで触らずにこいつは放置して、お、アチーブメント達成で魔女っ子さんがやってきた。あこれにはアナちゃんも笑顔。幽霊は出なかった。魔女のお友達ができた。ドアから入ってきてほしい。確かに。これで全エンド達成かな。ただ実績系がまだ残ってはいるんだけどね。テレビクリックしての300分の1の確率で、このオールバナナってなんだろう。で、1000コイン、これは1000コインを総数じゃなくてここに持たなきゃいけないんだろうね。まあそれもなんか特別なスチルが見れるとかでもないだろうから、別にいいかな。よし、じゃあこの辺りで気になる方はね、ぜひ自身でプレイしてみてくださいと。絶対に幽霊なんて出ないお留守番。めちゃめちゃ安いんで、うん。手出しやすいですよ。ご視聴ありがとうございました。次はクリスマスバージョンとか出たりするかな。